さて、本作は今なお世界中のクリエイターに影響を与え続ける伝説のフィルムメーカーであるジョージ・A・ロメロ監督の最新作で、死者がよみがえる破滅した世界を舞台に人々の生き残りをかけたサバイバル映画です。今回はそんな映画にちなみまして、厳しいこの芸能界で日夜サバイバルし続けているゲストの方お呼びしております。まずはこの方です。どうぞ拍手でお迎えください。お久しぶり。かろうじてダンディです。Thank you so much。ダンディ、あ、一言だけ。ダンディ、友達に、おいダンディ、お前最近着ているタキシードのパターンが増えたねってそう言われた。ダンディのタキシードは一体全部で何パターンだって聞いたから、ダンディ答えてやった。タキシードは全部で10パターンあるって。でもネタは1パターンだった。キャッツ、終わりです。ありがとうございます。それでは続いてこちらのゲストです。どうぞ。これ何の意味もない。何の意味もない。あ、曲ちょっと違うんですか。今の曲流れちゃったら何の意味もない、何の意味もない。はい、ぜいぜいぜい、どうもありがとうございました。はい、ということでダンディ坂野さん、そして小島よしおさんにお越しいただきました。はい、よろしくお願いいたします。それでは、スペシャルゲストの方にご登場いただきたいと思います。はい、スペシャルゲストは加納姉妹のお二人、どうぞ拍手でお迎えください。マジですか。わー、出た。ありがとうございます。はい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 、どうぞ。はい、我々も履ければいいですか。いやまだですよ、はい、まだです。ほら、フォトセッション始まりましたんで、はい、サバイバルの今度は映画の方の PR の方をいただければと思うんですけれども、はい、今回はですねサバイバル映画だったわけなんですけれども、まずは、京子さんから。はい、これはなんかサバイバル映画とかっていう感じで私受け取ってませんで、なんでしょう、この映画はゾンビの映画なんですが、ゾンビのことを中心とした映画とかではなく、ゾンビを通じてその、ゾンビ映画という形の観点だけではなくって、社会のこう問題になっていることですとか、そういうふうなこともちゃんとこうメッセージ性がある、違った観点でも見れる映画だなと私は思います。はい、ありがとうございます。美香さん、いかがですか。はい、初めはもうゾンビイコール怖いというイメージの、ただ怖いだけの映画なのかなと思っていたのですが、やはり見ていくうちに、ゾンビだけではなくて、本当に監督のいろんなこう今社会現象だとかのメッセージが込められていたりとか、人間模様の複雑さとか、そういうようなところも結構ブラックユーモアがあったりとか、いろんな観点で楽しめる映画ではないかなと思います。すごくそういった面では皆さん見ていて楽しめるのではないかなと思いますね。加納姉妹のお二人でした。はい、どうぞ大きな拍手でお見送りください。ありがとうございます。